のスバいらっしゃいませ、お客様。何名様ですか？見ての通り、しがない冒険者一匹だぜ。かしこまりました。ご新規一名様ご案内。こちらメニュー表になりますにゃ。本日のおすすめはサムイドウさんアスパラベーコンですにゃ。サムイドウさんのアスパラガスはビタミンも豊富で若返りの効果もあるんだ。当然注文するのですガルル。クモ耳少女たちの接客、なんだこれ。心の中がざわつく。アスパラベーコン、お願いするぜ。こっちにもアスパラベーコンを。俺もだ。10個でも100個でも。順調だな。最初からこうしていればよかったか。メリッサを見ればわかるように、ケモ耳には一定の需要がある。ミーアとエイミーは耳をアピールしながら接客しろ。アクアたちもケモ耳をつけて、そうだな、獣人じゃない代わりに語尾はワンとかニャーにするか。そんなこと急に言われてもできるかどうかわからないにゃ。我は孤高の狼、語尾は狼らしく行かせてもらいましょう。二人とも意外と乗り気だな。恥ずかしくないのか？周囲から白い目で見られたりしたら。いいから俺を信じろ。俺の故郷でもそういう需要はあった。また来ますわん。なんだかすごいことになってるわね。リピーターのお客さん、そこはかとなく濃いめの人ばかりだし。獣人にとっては普通のことだが、意外にも耳好きが多かったようだ。いや、お前は厨房にいろ。絶対に妙ないたずらをするからな。わかりましたわ。はい、こちら。さっき注文いただいた人参ジュースです。そうそう、おとなしく言われた通り注文を。ちょっと待て！これ本当に人参ジュースか？やけに赤くて香ばしい匂いもするんだが。人参ジュースですわ。目が泳ぎすぎだろ。目を離すとすぐこれか。
人参ジュースの中に激辛の香辛料でも入れたんだろうな。おいメル、このジュースを飲んでみろ。どうして私が？メルよ、痛みを知るのだ。いたずらを仕掛けられた側の気持ちが分からずして真のいたずらを極めることなどできるはずがない。あ、確かに痛みを知ることで強くなる。痛みを知ることでいたずらも上達する。さあ、自らが仕掛けたこのいたずらジュースを飲むのだ、我が弟子よ。自業自得か。すまないな、カズマ。監督不行き届きだ。いや、スコールがいなかったらもっと早くいたずらしてただろうし、客に被害が出なければ十分だ。いいかメル、真のいたずらを理解するまでいたずらは禁止だからな。順調順調、いやそれ以上だ。カフェに獣耳を導入してから満員御礼。寒い堂の野菜のいいアピールにもなってるみたいだな。ええ、エルロードやオートからも問い合わせが来てるみたいですよ。寒い堂の野菜はこの国一番の注目の商品なのですが。ずっと思ってたけど、狼の語尾はガルルルルで合ってんのか。よーカズマ、邪魔してるぞ。ケモ耳の可愛い姉ちゃんはいるし、最高の店だな。ちょっと、ケモ耳はあくまでおまけ。メインは美味しい野菜料理なんだから。野菜好きの私には天国のようなお店ね。それを聞いたら村のみんなも喜ぶわ。店で野菜の販売もしてるから、持ち帰り用の野菜も買ってくれ。そしたらその金で肉がたくさん食えるからな。そういうことはオブラートに包んだ方がいいと思うが、ミーアさんは素直だね。あなたは？アクア様、その耳を見ているとなんだか胸がざわざわします。このような姿のアクア様に出会えるとは、なんて素晴らしい店だ。冒険者たちにも評判は上々。きっと各地で寒い堂の野菜の話をしてくれれば、口コミでもっと話題になるだろう。ちなみに注文は、どのメニューもおすすめなんだから、ぜひとも食べてほしいにゃ。どのメニューも？わかりました、アカ様、ここに書いてあるすべてのメニューを注文します。はい、ご注文ありがとにゃ。あ、この店
緒に来ることができて本当に幸せだ。アクア様一筋。おーい、一気に注文が入ったぞ。全メニューだ。頭から順番に作ってくれ。ひたすらしたい、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 ひたすらしたい。ん？何をブツブツ言ってんだ？あ、すみません。ちょっと禁断症状が。真のいたずらを理解するまでいたずらは禁止と死に言われましたが、禁止と言われれば余計にしたくなり。ミーヤにはよくわかんないけど、肉が食えないようなものか。そいつは辛いな。気持ちわかるぞ。うんうん。まあそんな感じと思ってくださいまし。とにかく普通の野菜の調理ばかりでは退屈で。普通の野菜じゃ退屈。そうだ、それならとっておきの野菜を調理してみるか。実は内緒でこっそり仕入れておいたんだ。それ楽しそうですわね。少しは退屈を紛らわせられそうですわ。ミーヤがそこまで言うのであれば仕方ありませんわ。その仕入れた野菜一緒に調理しようではありませんか。コーナー